皆さん、こんにちは。門馬美樹です。今日は手話シリーズで、嫌いをやってみたいと思います。前回は、好きで、喉から、こういう感じで、やるってお話ししたんですけど、今度は、指の動きが逆になります。嫌い。間違えると大変なことになるので、気をつけてやってみてください。それでは、またお会いしましょう。さようなら。